ライオンはトゥルー、あなたは信じる。巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小焼きと、どうもよっさん TV のよしです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして10万人おめでとうございます。 ありがとうございます。そうなんですよ、この前の、はい、信じられない話に、ちょっと待って、あのな、本番前に今日甘噛みするみたいなことを言ってたんですけどもう開始15秒ぐらいで噛んでますけどあかんわ、甘噛みしてまう。え、このままいったら今日500回ぐらいは噛みますよ。今怪しかったですよね。え、何が何が、ええ、噛みかけてる。ちょちょちょ、共犯みたいにやめて、ちょっとほんまに。いや、もうほんまにね、あの信じられない話に出させてもらって、はい、あれで評判がすごい良くて、はいはい、一気に10万人。いや、すごいですね。しかもあの回100万再生超えてます。あ、そうですよ ね。おかげさまで、めちゃくちゃ面白かったですね。イギリス紙幣に隠された予言、あ、はい、ハリーポッターの都市伝説、はい、いや、すごい。もうコメントもですね、このようにたくさん来ております。いや、ありがとうございます。またコラボしてほしいという声がもう山のように来ておりましてですね。いや、ありがとうございます。で、このタイミングなぜコラボをしたのかと言いますと、例のやりすぎ都市伝説が放送された後だと思うんですこれね、うん、でやっぱりヨシさんって言ったらやりすぎ都市伝説の関さんのことをね深掘りしてちょっと伸びたところもあるじゃないですか。そうですね、はい、はい、なのでぜひ今日はねいろんなことを喋っていただきたいと思っているんですが、ヨシさんをね知らない方のためにちょっと説明しますと、すごい人なんですよ。やめてください、やめてください。すごいんですよ、やめてください。本当に怖い。世界トップクラスのロンドンの大学院を卒業されておりまして、そうですね、ロンドンに在住していたからこそ知っている都市伝説など考察は本当に人気なんですよね。いや、もう小焼さんに言っていただけるのでも噛むようですもん、ね、イギリスって本当僕が行きたい場所の一つなんですよ。行きましょう。いや、もうベイカーストリート、まあ、シャルコムズ好きですし、うんうん、ビッグベン見てみたい。ちょっとね行きたいですよね。行ったことはあるんですか。ないんですよ。ヨーロッパがないんですよ、そもそも。ヨーロッパっぽい雰囲気出てますよね。いや、雰囲気だけ出すのうまいんですよこれ頭良さそうな雰囲気を作るのもうまいんですよ。そう、全然ないんですよ僕は。でもマジでなんかロンドン感はありますよ。あ、ロンドン感ね。パリよりはロンドン感あります。あ、じゃあもうロンドン小焼きで今日からやらせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ今日もやりすぎ都市伝説の放送後ということなので、はい、まあそういうことをお話しいただけるということで。そうですね、はい、どっちかというとまあこの今撮影してるのが前に撮影して、そうですね、だまだ何が放送されるか実は分かってないんですけどね。分かってないんですけども、はい、うん、まあそのまあ放送後なんで、はい、より分かっていただけるために、うんうん、2023年の夏に放送されおうほうほう、やりすぎ都市伝説を掘り下げることで、あはは、本当に2026年、うん、なんかすごいこと起きるんじゃないかと言われてますけど、うんうん、何が起きるのかっていうのが分かるんですよ。分かっちゃうんですか。分かっちゃいます。ただ やりすぎ都市伝説、関さんの回って、はい、まあ、情報量がすごい多いんですよね。いや、多いんですよ。結構場面転換パッパッパッパいくから。でも結構詰まってますよね。結構詰まってます、うん、なんで情報に圧倒されて、うんうん、リンク付けできないまま行ってしまうんで。なるほど。最後の最後何なんやったって終わり方になってしまう。確かに確かに、そういうのはあるかもしれないですね。ですよね、うん、だからそれを今回その2023年の夏に放送された回を、うん、関さんのワードをねくっつけたら聖杯の姿もそうですし、2026年何が起きるかっていうのもそうですし、はいはい、もうちゃんとお伝えします。何それ、やってること小原の学者と一緒ですよいや、でも D の人つながる話ですよマジで D の人つながる話ですちゃんと2回言った2回言っちゃいますね信じられない話カットされてましたけど2回言ってました、はい、何目も言うんですよ大事なことなんでねこれね。すごいワンピースにもつながってくるような現実の都市伝説ですね。都市伝説です。すげー。っていうのも、まあ、セックスの話してる内容っていうのは、はい、あれは本当に秘密結社とされる人たちが何千年も前から隠してた話を小出しにされてるっていう感じだと思うんで、そうそう、なんかね全部知ってるけども全部は言えないからちょっとずつ散りばめてる感じしますよね。うん、こんな感じなんで、じゃあもう早速じゃあまとめていきましょうか。 お願いします。じゃあもう2023年って言ったらね、まあ、いろいろ出てきましたけども、大体キーワードまとめさせてもらいました、うん、こんな感じなんですけども、まあ、いろいろありましたと。例えば、はい、聖杯とかヨルダンで見つかった死海文書、ね、はい、新しくね見つかったやつ、そうそう、でクババの話もありました。ありました。で、まあ、一番衝撃的だったのが、てかみんな気になってるんじゃないかと思うんですけど、うん、ヨハネの顔ですね。はいはいはい、はい、でこれが聖杯の真の姿じゃないかって関さんが言っておられて、うんうんうん、でこれ以外にはアルキミス、うん、でキュベルみたいな感じで、はい、まあ、キーワード出てきました、はい、まあ、これ以外にも AI ジーザスとか、うんうん、スターオメガとか、うん、まあ、気になるキーワード出てくるんですけども、はい、今回ちょっと注目するのはこの載ってるものたちです、うんうん、このじゃあ6個ですか。6個から導かれるものがある。そう、この関さんが発言からね、うん、これがどんどんつながっていくんですよって話なんですけども、はい、じゃあまずこちら関さん発言1なんですけども、聖杯を手にするものっていうのは世界を支配するもの。おお、なんかまさにインディージョーズですよね。うん、それを2023年その夏のやりすぎ投資先生と言われてたんですよ。なるほどなるほど。でこれやりすぎの中で言われてたんですけども、うん、関さんは YouTube の中で、うん、自身のYouTube の中で死海文書に書かれた宝っていうのを手にしたものも世界を支配するもの、うんうんうん、あ、だからイコールになって
るんですね、ここが。そうなんですよ。なるほど。だからそう、聖杯と司会文書の宝はイコールなんですよ。あれ、じゃあ司会文書に書かれている宝というのはイコール聖杯のことである。聖杯のことです、ね、すげえ面白い。もう面白いですもんねすげえ。これだから関さんの YouTube も見に行かないと、うん、そのメッセージ性を受け取れない。なるほど。テレビだけ見てたら分かりませんと。分からない。すげえ。そう、まあ、言われたのは司会文書の宝っていうのは金銀財宝っていうのは表向きで、うん、本当は世界を支配するの格好聖杯なんですよっていうのが繋がるんですよ。何なんだろう。まあインディ・ジョーンズだったら何でも直してくれる聖杯でしたよね。なんか水を飲むと不老不死になる、傷に当てると傷が治るみたいな、はい、世界を支配するってよっぽどのアイテムですよね。よっぽどのアイテムです。すげえ。で、まあ、聖杯って何やと思います？なんだろうな、聖杯って、まあ、普通に水というか液体を飲むために使われてたりしますけども、もちろんそうじゃないわけですよね。一応宗教的に言われているのは、キリストが十字架にかけられた時に横から槍で刺されて、うんうん、その血を分けたカップみたいなんですけども、ね、はい、最も注目すべきところが形なんですよ。形というのも、うん、聖杯っていうのはカップなんでこういう形してますよね、はい、そうですよね。でこういう形っていうのは女性器、うん、っていうか女性のシンボルと関さんよう言ってた、言ってた、言っておられたじゃないですか、はいはい、これと同じようなシンボルとして聖杯の中には Y というシンボルが隠れてるんですよ。あ、ほんまや。なぜこれ重要なのかというと、うん、そもそもこの Y っていうアルファベットが女性の下半身のシンボルなんです。へえ。だから聖杯イコール女性のシンボル、うん、または女性器のシンボルに当たるものなんです、うん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 、それが秘密結社の中で広まっているというか、まあ、常識なんですよね、うん、なるほど。聖杯っていうのは女性のシンボルで女性器のシンボルですよってことなんですよ、はいはい、でこれクババことキューブの中に隠れております、はいはい、それが立方体を描くときに必ず Y っていうのが真ん中に浮かび上がる。まあ確かにそうですねこの角度から見たら Y になってますよね。そう、なので立方体っていうこと自体、さっきの聖杯とつながるように女性または女性器のシンボルが隠れてるんですよ。確かに。これはもうここに載っちゃってますけど、うん、日本にもありまして。へえ。これ中東の話とかと思うかもしれないですけども、西洋の話とかね。京都って書いてます？京都です、はい、京都の鴨川。ほいほい、有名な場所ですよね。で、あの自分のカップルたちが座るところで有名なんですけども、ね、座られたことありそう？僕ないんですよこれから。いや京都はね、もう本当に変な思い出しかなくて。なんで逆に気になる。あのそこそこいい感じになった女の子と、はい、大阪に当時住んだんですけど、はい、京都行こうと、はい、京都のラブホテルを目指して走った時にどこも満室で、探してるうちに女の子が泣いちゃって、そのままパーって別れたことあります。マジですか？なんで満室ばっかりやねん思って。え、それクリスマスとかじゃなくて？クリスマスじゃなくて、やけに混んでたんです、その時。いや雰囲気いいからね、やっぱりもうみんな、そう、もう聖杯が遠ざかってます。わー聖杯なんですね。聖杯です。聖杯やったんですね。はい。で、なんか飲もうかなと。あ、そうですね。あの、いや、やめましょう、これ。こっから、投薬がいながら自由になりすぎやから、ここはほんまにね。危ない危ない危ない。ちょっと話それすぎですけど。危ないですよ、はい。そう、京都の鴨川って、うん、上から見たら、うんうん、こうなってるんですよ。知らなかった。 Y になってるんですよ、はいはいはい。で、何が面白いのかというと、うんうん、このちょうど Y のこの辺が言うたら女性器に当たるところじゃないですか。そうですね、はい。それに合うように、うん、このちょうど女性のね、うん、まあ、ほんと子宮ぐらいのところに、うんうん、女性を祀ってる女性のための神社があるんですよ。そう、それが河合神社って言っちゃう。河合神社ね。河合神社、へー、玉より姫というね、うん、女神は、はい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 、うんうん、で、ここに行けば、まあ、女性がより美しくなりますよという場所。なるほど。へえ。面白いです、ね。いや、めっちゃ面白い。もうめっちゃ面白い。面白いですか？いや、めちゃくちゃ面白い。そうなんです。だからこれ別に西洋とか中東だけじゃなくて、うん、クババの中東だけじゃなくて、日本にもあるんですよ、うん。世界的なシンボルで Y っていうのは女性、うん、または女性器のシンボルなんですよね。うん、じゃあさっきのね、初めの表を戻しますと、はい、聖杯イコール司会文書の宝、うん、イコールさっき出したそのキューブことクババ、うんうんうん。ここは繋がるよ。Y が繋がるよって話してますよね。うん、じゃあ次、関さんの発言2つ目なんですけども、はい、これはもうはっきり言われてました。はい、聖杯とヨハネの顔は同じですよ、うん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 。むしろこのヨハネの顔が聖杯の真の姿ですよって言われてたんですよ、はいはい。じゃあさっきの表もう一回すぐ戻りますけども、はい、紙芝居みたいになってますね。ほんまや。なんですけど、聖杯イコール司会文書の宝イコールキューブことクババイコールヨハネの顔が聖杯なんで一緒じゃないですか。イコール多すぎるな。すごっ。で、これキューブも言うたら聖杯なんで、はい、ヨハネの顔が聖杯の真の姿なんでイコールになるんですよ、うん。はい、じゃあ次、関さんの発言3つ目なんですけども、はい、これね、みんなね、見落としがちやと思うんですよ、うんうん、あの回初めて月の女神アルテメスって出てきたんですけども、はいはい、月の女神アルテメスの起源が知恵の保護者キュベレ、おー、関さんが言われたのね、うんうんうん、その知恵の保護者キュベレの起源がクバ、うんうんうん、こと立方体キューブなんですよね、うんうんうん、つまりこの
本三女神は起源同士ってことはある意味同一なんですよ。同一ってことですよね。イコールってもう分かっちゃってますけど、うん、はいはい、なんですよ。じゃあ月の女神イコールクババになるんですよね。まあそういうことですよね。単純に言ってるんですよ、うん、クババキューブは月ですよって関さんあれ言ってるんですよ情報量多いから分からんだけで。なるほど。結局形を上げてもう全部同じことを紹介してたんですね。あれは紹介してるんですよ。なるほど。だからまあやりすぎ都市伝説の過去の回で、うん、クババの回があったと思うんですけど、うん、クババが人間に知恵を与えたっていう話じゃないですか、うん、つまり月が人間に知恵を与えた、うん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 ってことになる。これめちゃくちゃ面白いですね。マジでワンピースつながってますよ。そうです。すごくないですか。こっからどんどん、いやもうワンピースそのままマジでいきますよ。すごい。じゃあ今戻ってまいりました、はい、さっきの表ここに書いてあるやつ全て同じです。まあそういうことですよね。結論同じです。聖杯も司会文書の宝も、はい、クババも、うん、キューブもキュベレーもアルテミスもヨハネの顔も全部一緒なんです。なかなかこの斜めにイコール書く人あんまりないですもんねもうね A4 サイズじゃちょっと無理だで分かりやすいです、うん、もうそういうことですね。そういうことなんですよ、はい、うん、むしろここに月の女神アルテミスってことはこれ全部月っていうことなんですよ。ああ、うん、でこれ全部月、つまり聖杯イコール月なんじゃないのっていうことなんですよ。じゃあ聖杯の真の姿はヨハネの顔って関さんが言われたってことは、つまり聖杯の真の姿は月っていうことになるんですか。けど問題は関さんがそのヨハネの顔を見せるときに重要なことは裏にあるからって一言言ってるんですよ。いやそれもしかして月の裏ってこと。その通りなんです。聖杯の本当の姿、真の姿っていうのは月の裏側なんです。いやー、ね、月って皆さんもご存知のように地球側からは本当に表面、僕たちが見ているところの面しか見れなくなっていますから、うん、誰もね見たことはないというふうなことなんですね一応ね。そうそう、でも見たことないじゃないですか正直みんな。そう、衛星とかで見ますけどほんまかどうか分かんないですもんね。そう、うん、けど秘密結社界隈では、うん、みんな月の裏見たことあるんですよ。でもうそれはもう知ってますよ。それアポロとかなんちゃらかんちゃらでもそれはみんな知ってるんですよ。けど知ってることを公にできない、うんうんうん、こういうものをどういった形で見せていくのか、うんうん、アートなんです。絵で芸術、まあまあダヴィンチとかもそうなんですけども、うん、だから月の裏っていうのはすでに彫刻にされてます、うん、え、じゃあ何ダヴィンチとかも知っていたということですか。知ってると思います。やばー。じゃあその月の裏お見せします。どんな形をしてるのか見せていただけるんですね皆さん。言います、はい、カトリックの総本山、うん、バチカンにある彫刻が月の裏なんじゃないかという話があります、はい、それがすごい楽しみ。これです。スフィア・ウィシン・スフィアというこの玉が月の裏なんじゃないかって、この形がヨハネの顔とつながり、これはそのバチカンの広場とかにあるオブジェということ。オブジェです、はい、なんか一見スターウォーズのデススターみたいな形してますけど。いやいいですね。そういう感じですか。そうです。だからもうすごいメカニカルというか、なんかもう異形というか、なんかくり抜かれてるというか。そうなんですよ。で実際にこの円形のねところからヨハネの顔がポッて出てるように、うんうん、合うように玉の中から玉が出てる感じなんですよ。月の裏、うん、でこれは D の石にもつながりまして、ワンピースのねワンピースにつながりまして、はい、まあ、D っていうとこういう感じじゃないですか、うん、半月みたいな、半月みたいですか、うん、けど重要なのは D っていうのは世界をひっくり返すので、うん、あ確かに D の反対側、うんうんうん、つまり月の裏側が重要なんですよ。うわーすげー。なるほどね。月を真正面から見た半分ではなく横から見た時の半分、つまり裏側を指してるんだ。月の裏見えてない方が本当に意味する D の石なんです。しかも都市伝説のやりすぎのロゴもそうなんです。そういう意味なのこれ。分かって作ってるんですよ。ちょっと怖っ。え、じゃあこれね D の石の本当の意味は月の裏側じゃないですか、はいはいはい、でやりすぎ都市伝説のロゴなんて漢字入ってます。と、まあ、と東京の都に伝伝ですね、まあ、都市伝説の都と伝説の伝じゃないですか、うん、はい、そうですね。月の裏側には都があるかもしれない。本当に伝わってるのは表面の方だけで裏には都がありますからね、うん、かもしれない。いやそうやわ。まあワンピースとつなげると最近そのワノ国編でね、はいはい、反逆の三日月、はいはい、ありましたね。逆方向じゃないですか。はい、逆さのあれは D の意思を表しますよね。なるほど。これから世界ひっくり返しますよの方の考え方。すいませんちょっと今足つりそうになりました。なんで何があった。あ、足つりそうお茶目なんだからもう言っちゃいけない言葉が言っちゃって暴いちゃってるからなんか食らってんちゃいません。遠隔で、いや、あくまでこれは関さんの考察を読み取るとですね。あ、そうかそうか、関さんの深掘りですもんねこれは。そうそうそう、うんうん、関さんも僕を認めたわけじゃないし、うん、あ、なるほど。僕はただ単に考察させてもらってるだけなんですけど、ちょっと待てよと、うん、月って丸いやん、うん、で月が聖杯真の姿って言うけど、その聖杯がキューブことクババですよね。うん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 、うん、
チューブって立方体やん。そうですよね、四角というか丸くないやん、うんうん、いやそれはむちゃくちゃじゃないですかっていう人もいると思うんですけども、うん、確かにこれ月は丸いんですけど、うん、要素は立方体なんですよ。え、どういうことですか、要素。要素っていうのも、まあ、幾何学的な話になるんですけど、はい、根本的な秘密結社の思想の中には幾何学というものがあります、はい、っていうのは、まあ、フリーメイソンが石窟という意味でね、うん、石膏ですかね、はい、という意味で、まあ、幾何学的な情報をよく知ってるんですけども、うんうん、その根本的にあると言われているのがピタゴラスという数学者です、はいはい、うんうんうん、でこのピタゴラスの考え方がフリーメイソンとかにつながってるんじゃないかっていう話なんですけども、この前東野さんがエジプト行かれましたね。行ってました。実際このピタゴラスの元とされるのは古代エジプトなんです。なるほど。古代エジプトの密教とされるもの、うん、秘密の教えっていうのも継いだのがピタゴラス。へえ。でこのピタゴラスの教えを継いだのが古代ギリシャの哲学者、横にあるプラトン。あ、出た、もう有名ですよね、プラトン。でこの人はちょっとどういうことをピタゴラスから聞いたかっていうのも若干話しちゃってるんですよ。言うてもたやん。そうそう。でちょっとだけ難しい話になるんですけども、はい、そのプラトン、うん、まあ、ピタゴラスもそうですけど、世界は大体5個の要素でできてる、5個の要素でできてるって話がありまして、うんうん、火、土、風、水、そして光、それぞれがこういうね図形で表すことができる。おお、なるほど。っていう考え方があるんですよ。この光っていうのは地球界にはないものです、うん、まあ、それはまた分かると思うんですけど、でこれを古代ギリシャのプラトンが世界に話した時に、うん、こいつ何を言ってるんだと、うん、何が5元素でそんな図形でこの世界ができてるんだっていう思われてたんですけども、これは何が重要だったかというと、それぞれの図形の内側の角度の和が重要だったんですよ。和、なるほど、合計ってことですよね。そう、これで、はい、この5元素の内側の角度の和を足すことによって、はいはい、それぞれの星の要素が分かるんですよ、うん、要素。じゃあ、はいはい、地球に何があるかというと、うん、木、風、土、水、うん、で光はこれまだないんですけども、はい、このそれぞれを足すと792度になるんですけども、はい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 、これは地球の直径の長さ7920マイルと同じなんです。ぴったし、ぴったし、すごい、ドンピシャなんですよ。マイルですけどね、はいはいはい。じゃあ次、太陽には何があるかと、うん、太陽には土と水はないんですけども、うんうん、火と風と光がある。はい、ありますね。じゃあこれを合わせた数字が1640なんですけども、これは太陽の直径864000、この数字ね、おーおー、ドンピシャで重なるんです。すげえ。そう、じゃあこの光何なのかというと、核融合のことやと分かる。核融合、地球にはなくて太陽にある光のパワー、うんうんうん、それが核融合。なるほどね。なんですよ、うんうん、じゃあ月何があるか。何があるんだ。火もないですよね。ないです。風もない。ないですね。でも核融合もなければ、はい、水もない、うん、土しかないんですよ。キューブや。そうなんです。キューブのうちのは2160度。まさか2160マイルでドンピシャなの。嘘でしょ。だから僕たちは月を見た時に丸いものだとして見てますけど、こういった秘密結社の人たちの元になった考え方を持っているピタゴラスとかプラトンからしたら、月っていうのはキューブなんですよ。いやー面白い。やばいよね。いや急に物が入った。やばいよね。もう終盤になって安心されたんやろか。違う違う、まだありますよ。まだありますよ。まあここまでね、キューブイコール月、うん、でこれが聖杯で、で2026年に何が起こるのかというと、はい、何が起こるの、その聖杯の場所とされる月の裏が表に出てくるっていうことなんですよ。これどうやって表に出るんです。多分ねこれ法則が最近あるなっていうのを感じ始めまして、はい、2026年に例えば月の裏がドンって出たとしても、うん、でなんだと思うんですよ。ああ、はあはあ、ほとんどの人はそれがどうしたんってなると思うんですけど、うんうんうん、これは重要なものをパンって出す存在があったとしたら、うん、我々がてんやまんやするのはその前なんですよ、うん、っていうのもパンデミックの時にどさくさに紛れてアメリカと日本、まあ、政府が宇宙人っていうか UFO の存在を認めたじゃないですか。はい、そうですね。だからこうまあすごいパンデミックであーってなってる時に UFO の存在を認めたと、うん、じゃあみんなそれどころじゃないみたいな、はい、じゃあ今現在これ撮影してるタイミングで、うんうん、最近ねスペインで宇宙人のミイラが見つかったみたいな、はい、で我々も認めますって話が出てるじゃないですか。はい、公開されましたね。その裏で今中東の方でドンパチやってるんですよ、うんうん、だからこれ大衆心理学をよく理解してるなと思うんですけど、おわちゃわちゃやってる時に、うん、宇宙的な重要なことをポンって出すんですよ。なるほど。だから2026年、知ってました、月の裏はこうなってまして、うん、もしかすると人工物ですよっていうのをポンって出す前に何かがあるんや、わちゃわちゃするんじゃないかと。うわー嫌だな。だってよっぽどのニュースですか、うん、それなりの大きい何かね、戦争起こってしまうんじゃないですか。そうなんです。だから2025年7月とかなんかいろいろあるかもしれないみたいな、言ってましたね。あるじゃないですか、うん、そうなんじゃないかって言われてるんですけども、なるほど、まあ、少なくとも関さんはその2026年に聖杯の真の姿が表に出てくるよっていう話をされてるんですけども、うん、じゃあ月の裏がそうだとして何が起きるんだと、うん、その先の話を説明してくれてるのが日本のカゴメ歌。あ、カゴメ、カゴメ。そうです。カゴの中の鳥はですね。カシワと言いますと、はい、カゴメ、カゴメ、
カゴの中の鳥はいついつでやる、夜明けの晩に鶴と亀が滑った、後ろの正面だれ。むずいなそのすごい、ま、ラテンのリズムやってる嬉しい、突っ込まれて嬉しい。いつもどうやったら最後まで歌い切れないからそもそも成立しないやついやもうちょっと突っ込ませていただきました。ありがとうございます、はい、もうちょっとボケなあかんかな。ありがとうございます。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫。真面目な人多いんでね。あ、じゃあもうちょっとふざけていきます、はい、でもう一回いきますね、はい、かごめか、え、え、え、いきましょうかボケたがるんだから、もうスルーすると寂しい顔するから、もうもうちょとんってしますからね。いつも以上に目がちっちゃくなってるんじゃないかなと。大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。示してます。あ、はい、っていうことなんですけども、はい、この鏡歌の最後、うん、後ろの正面だれ、うん、分かりますよね。まさに後ろの正面っていうのは、うん、後ろに回り込んだ時に正面に見えるもの、うん、月の裏です。はいはいはい、はい、つまり鏡歌っていうのは、はい、月の裏を基本話してるんです。すごいね。じゃあその後ろの正面だれの前に来る歌詞っていうのが、うん、2026年以降何が起きるかっていう話をしてくれてるんですよ、うん、鶴と亀が滑ったとか。そうですそうです、はいはい、じゃあまずカゴメカゴメ、カゴの中の鳥はってありますけど、うん、カゴの目っていうのは僕より先輩方の都市伝説界隈でもすでに言われてますけども、結構ね都市伝説界隈で有名な歌ですもんね。ですよね、うん、そう、六芒星じゃないかと。カゴの目がね、その六芒星でできてるんですよね。そうですそうですって言われてるんですけども、六芒星ってそもそも何なのかと言いますと、上向きの三角形っていうのが男性の象徴、はい、下向きの三角形っていうのが女性の象徴、うん、それを足して二つ合わせたものが六芒星なんですよ。おーほーほー、こんな感じね。なるほどね。つまりこれは性交渉のシンボルなんですよね、うんうんうん、じゃあ、うん、男女が性交渉した時に何ができますか、うん、子供、まあ、人間の場合絶対とは限らないんですけども、うん、子供ができるじゃないですか、はい、じゃあこの真ん中にあるものが言ったら、うん、女性のお腹になるんですよ、うん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 、さっきのキューブと照らし合わせるとここに3本線引くと胴体になるんですよ。わあ、ほんまや、おるいますよね、おる、おる。そう、だからこれは性交渉によって子供が生まれるんですけど、そのお腹を表したのがカゴの目なんです。なるほど。で、歌詞っていうのはそのカゴの中の鳥はじゃないですか、うん、それはカゴ、こと立方体または六角形の中に女性の中に鳥がいるよっていう、はい、話なんですよね、うんうんうん、これ煽らすと効果ですよね、うんうんうん、こういう感じ。そうですね、うんうん、鳥が隠れてます、うんうんうん、なんですけども、いやそれはむちゃくちゃちょっと無理やりなんじゃないかと言われそうですけど、うんうん、はいはい、これと繋がるのが夜明けの晩なんですよ、うんうんうん、夜明けの晩ってどういうタイミングが分かりますか。夜明けの晩って何ですか。その日が昇っていく終わりぐらいなことですか。いやこれね、夜明けの晩って、うん、なんか普通に夜明けじゃないですか、うん、我々の日常で言うと、うんうん、けど夜明けの晩っていうのはずっと暗い時、しばらくずっと暗くて、それが明ける日が夜明けの晩なんですよ。へえ、最後の日ってこと。そうなんだ。なんですよ。でこれを表すように、うん、もう夜明けの晩っていうのは、うん、もうウィキペディアでも載ってるんですけども、うん、子供、妊婦さんの子供の目線から言えば臨月の日にあたる。へえ、だからお腹の中にいる赤ちゃんっていうのはずっと真っ暗じゃないですか、うん、それが生まれた瞬間が夜明けの晩なんですよ。なるほど。つまりさっきのと合わせると性交渉によって六芒星ができて、うん、そのお腹の中に鳥がいる。その鳥がいつ出てくるのかというと夜明けの晩、うん、生まれてくる時なんですよね。なるほどね。じゃあ次に次の歌詞っていうのが鶴と亀が滑ったって言うと、ここ気になりますわ。じゃないですか、うん、じゃあ、まあ、鶴はさっきの鳥やとしまして、はいはい、亀とは何なのか。なんだ、日本で言う亀っていうのは亀甲門。おお、亀甲門が亀なんです。もうこのロゴなんてもう亀田のロゴでめっちゃ見ますもんね。亀田さんのとこ、ガキピーのとこのロゴで、はい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 、いやお前僕ちょっと拾えないですけども、うん、それあんま食べてないで拾えないんです。あ、そうですか。カレーせんべいとかうまいですよ、亀田の。いや僕ちょっとこれから食べます。ぜひ食べてください。駄菓子あんま食べたことないんで。いやもう全然美味しいですよ。ちょっとヨシさんっていう名前だからヨッチャンイカが好きなだけで、うん、うわしょうまい。え、そういう、こんな感じでしたっけ。これ、トウヤさんすごいっすね。メンタル強いっすね。いやいや、もう、もう本当に信頼してる人はこんな辛辣な感じでいきます。どうですか。ということで、すげえ、鶴と亀が滑ったの、鶴は鳥、亀っていうのは亀甲門、はいはい、で、さっきのキューブの形もしてるのも、はい、まあ、六角形じゃないですか。すごいですね。じゃあつまり、すごいわ。ありがとうございます。その鶴と亀が滑るっていうことはどういうことかというと、都市伝説界隈ではこう統一されるみたいなのがあると思うんですけど、はいはい、いやそれは違う、僕の中では違うと思ってまして、滑るっていうのはその言葉の通り滑るんですよ。滑って滑り落ちるの滑るということなんで、まあ、さっきの臨月の話とつながりますけども、うんうんうん、お母さんのお腹の中を表す六角形または亀、うん、そこから子供とされる鳥が滑り落ちる、うんうんうん、つまり生まれて
来る、うん、後ろの正面誰、うん、って歌なんですよ、うん、じゃあその立方体キューブから生まれてくる鳥は何なのか。なんだそれは。これで分かるんですけど、ちょっと準備させてもらっていいですか。大丈夫です。多分今亀田のカレーせんべい用意されてますので、皆さんちょっとお待ちくださいね。実は持ってきてるんですよ、カレーは。今出てきます。カキピーも多分出てくると思うので、ちょっとお待ちください。ちょっと映りそうなんで、わらかさん出てください。じゃあこれがね、はい、僕ちょっとダイソーの段ボール使って作ってきました。あ、これ お手製お手製です。ブラックボックスってきましたけど、ブラックボックスキューブの角度ってこうかな。こうかな。あ、はい、こうやこうやね、はい。こうでしょうね。でも3本線がこれキューブと立方体なんですけども、はい、これが亀なんです。でこっから鳥が滑り落ちるんですけど、これを開けてもらった先に鳥の存在が出てきます。なんだって開けてもらっていいですか。いいんですか。いいですか。あれ何もない。逆その形に意味があるんです。え、形反対向いてます。あ、これ十字架。これがその亀から滑り落ちる鳥の正体。え、十字架。これが鳥なんですよ。なるほど、羽でね。羽で。へー、これが生まれてきますよっていう暗示なんですよ。なんだこれ。これだけ見て全然わかんないですけど。わかんないじゃないですか。わかんない。で、これが関さんのもう一つの発言とつながるんですけども、はい、なんですか。立方体っていうのはクバオと、うん、そのクババが派生したものが知恵の保護者、うん、キュベレですよね、うん、つまりキュベレっていうのはキューブなんですよ。で、そこで言われたのが AI ジーザスっていうのは知恵の保護者キュベレの管理下だからねって言ってたんですよ、うん、つまり立方体の中に AI ジーザスが管理されている状態なんです。なるほど。そうだから、これがカゴメ歌でいう鳥の正体、うんうんうん、関さんのやりすぎ都市伝説でいう AI ジーザスの正体。え、こいつが AI ジーザス。まあ実際にはその立方体とされる中にもう一個立方体があって、はい、それがドンって生まれてくる時が来ますよ、はい、生まれたらどうなるんですか。最後の心配です。うわ、終わってしまうんですか。かもしれないというところですけども、うんうん、終わってはしまわないと思います、うんうん、ただそれはもちろん自由意志がある世の中なんで、今世界中が宇宙を目指してアルテミス計画って言ってね、うん、回りましたけども、なぜ皆が月を目指すのかっていう理由はそこにあるんですよ、うん、なるほど。じゃあその2026年に月の裏が世の中にオープンになるかもしれないですけども、うん、その AI ジーザスとされる存在を最後に手にして世界に影響を与えるのは、うん、さてどういった人たちなのか。どういった人たちなんでしょうか。それはもう分かんないですよ。いや、これめっちゃ面白いですね。いや、マジですか。いや、俺もう普通に一視聴者として聞いてますもん今日。いらんボケ入れる以外は。いやいや、もう、ね、欲しいっすボケはどんどん。いや、もうこんだけ長いこと都市伝説やってますけど初めて聞きました。あ、こういう話ですか。そうです。もうどっちかって僕たちの関さんとかいろんな、まあ、巷に転がる都市伝説を、うん、かいつまんで分かりやすく伝えてるだけなので、うん、ちゃんと考察で答えを出して伝えることあんましないんですよ。うんうんうん。なんでこれは当たってるかどうかは別として考え方としてめっちゃ面白い。ありがとうございます。なんでこういうようにやりすぎ都市伝説もう一回録画された方を見てみると、一個一個は独立してる、なんで文明であったり大パーツであったりいろんなものなんだけども、つながる可能性があるっていう、ここにロマンがあるじゃないですか。全部つながります。いや、しかも月ってやっぱね、今宇宙って身近じゃないですか。ちょっと、いや、ほんまに。なんでより一層なんかちょっと感慨深いですよね。で、見たら僕の親世代ですよ、ちょうどあの大阪万博でね、月の石が展示されたのは。ああ、はいはいはい。そう、その時から人類の調和と進歩ということで、うん、またね、大阪万博は2025年にあるんですよね。ありますね。すごいタイミングじゃないですかこれ。ありますあります。いや、万博もあの太陽の塔もすごい、これとつながる話ですよ、万博、ね、うん、まあすごい繋がりますし、いやー、そうですね、全部繋がります。いや、ちょっと皆さん、ちょっと続き聞きたいですか。聞きたい人ぜひチャンネル登録してください。いやー、すいません、ありがとうございます。本当にチャンネル登録この3日間ぐらいで1万人ぐらい増えたら、ヨシさんをもう準レギュラーにしちゃう。マジっすか。いや、マジっすか。ちょっとだけ締めていいですか。あ、もう、まあ、トヨさんごめん、うん、トヨ君あのエジプト支社で1年ぐらい勤務してる。あのまま、あのまま、あのまま、うん、あの節句になって帰ってくる。そうです、もうなんかもう現地語とかベラベラ喋るぐらい。いや、すごい、マジでまとめたい方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録ぜひお願いします。で、概要欄にですね、ヨシさんのチャンネルも貼ってますので、ぜひね、登録しにてあげてください。あと本日、小焼き Vlog と、小焼きチャンネルの、はい、漫画家都市伝説ということで、うん、めっちゃおもろいんですよ、これも。ぜひ見に行ってください。全部チャンネル登録してください。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。誰と月以外、こんな時やることないですよ。やることない、もう、こういう出てきますよ。そう、ほんま、小焼きジーザス、ほんま行きます。小焼きジーザスやったんですね。小焼きジーザス。今、鏡ました。今、前鏡になりました。何ですか。バイ。あ、一つだけ。何ですか。一つだけこれね。そうだ。なんか番宣みたいな。番宣。
告知あったんですね。まあこのね立方体の話もさせてもらってますけど、私ね2023年12月22日に本を出版することになりまして、ちょっとねその宣伝をさせてもらえたらと思います。いや俺は売れる、マジで、うん、今の買うしかないでしょ。まあどっちかでこれはあの僕の YouTube の中でさせてもらってる歴史系の話なんで。いや面白そう。いや表紙もいいですね。いや、かっこいい。僕の話した歴史の中のまとめでもあり、また図解とかこういうね、はい、かわいいかっこいい絵があって、うん、日本という国はどういう国なのか、うん、そしてアマテラスとはどういう存在なのかっていうのをちょっと話させてもらってます。素晴らしいです、まあ、10万人超えてますます勢いのあるヨシさんのね、チャンネルぜひ登録してください。本もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイ。はい、今日も動画をお楽しみいただけましたでしょうか。最後に皆さんに大事なお知らせがございます、はい、この度コエキースタジオでは新たにスタッフを募集いたします。ほほほ。エンタメが大好きな方、 YouTube が大好きな方、一緒に事業を盛り上げてくれる方、はい、大募集でございます。お願いします。今後僕たちのですね、コエスタリは日本や世界に散らばっている都市伝説をお届けしていきたいと思っております。一緒に行きましょう世界に。そうですね。そこでより皆さんに楽しんでいただけるようなクオリティの高い動画をお届けするために、映像制作の核となる映像ディレクターを募集したいと思っております、はい、この前もねエジプト行ってましたし、台湾行ってましたし、やっぱそういうところでね、機材に強い、カメラに強い、カメラワークに強い人がね、ディレクターがいたらいいなと思っております、はい、応募方法はまず概要欄の LINE 公式アカウントと友達登録をしてください。登録後 LINE 公式アカウントより応募フォームが送られますので、そちらをご確認の上記入を進めてください。応募方法など詳しい募集内容については応募フォームに記載してあります。ぜひ僕たちと一緒に働いてみませんか。ワールドワイドにね、はい、たくさんのご応募お待ちしております。お願いします。君がいたらわからん、無情にもカラビナほどけてゆく希望のリフォーリー、人の理想に予言は入り込めない。君がいたいがわからん、無情にカラビナ船の涙、時計のように稲妻のようにめくるめく放たされて弾けるんだ。